こんにちは、 SBFJ 利根川です。今回は新しく発売したシマノのヘラザオ風切りを買ってきたので、この動画で早速使っていきますが、ついでに欠けていた月光剛の7尺もノッコミに向けてゲットしました。お店で一通り触らせていただきましたが、思った以上に風切りが格好良くて、1本だけ買うつもりが2本買ってしまったので、しばらく切り詰めた生活になりそうです。時々利根川金持ち説を聞きますが、悲しくなるくらいに金ねえっすよ。というお財布事情もあって、長尺の竿は別として、中尺くらいまでは高い価格帯の竿を使う気は今のところありません。もちろん高い価格帯の製品ではないので、アラを探せばいくつかあるんですが、それについては釣りをしながら話すとして、実はまだ持っているバスロッドと並べてみました。ヘラブナ釣りを始めた直後は竹のデザインが好きではなかったので、だいぶバスロッド入りのデザインということもあって、もしかしたら風切りで揃えていたかもしれません。ということで、前置きはさておき、釣り場へ移動しましょう。今回は軽く午前中で動画を撮影して、午後は編集に入ろうと思っていたので、利根川がたまに現れる近所の池へやってきました。ただこれが失敗でした。もちろん竿は曲がっているので、風切りの曲がりを見たい方は安心してください。ということで、朝から30円引きになっていたセブンのブリトーを食べていきます。これ大好きなんすよ。まあ私の体型見たらチーズ嫌いなわけねえだろって感じではありますけどね。そして今回は久しぶりに丸ごとイチゴがあったので、約1ヶ月ぶりくらいに食べることができました。ここ最近はどのコンビニに行っても置いてなかったので、期間限定っぽいし、もう発売終了しちゃったのかなと半ば諦めていました。この丸ごといちごの甘さ、一度食べたら癖になります。まあちょっと高いのがたまに傷ですが、ショートケーキを食べてると思えば納得の値段です。とりあえず進化。また50と。給水。今回はバランスの底釣りでやっていくので、浮きの重り調整をした上で棚取りをしていきます。この池はめちゃくちゃ浅いので、メーターちょい切りの棚でやってるようなイメージになります。さて、準備が終わったので1投目を投げていきましょう。よかった。風切りで餌を振り込んだ時の第一印象ですが、月光やわらよりも先調子でちょっと柔らかいかなという感じがしました。管理で使っていたら柔らかいバラケとか団子を沖に持っていきやすい感じはします。あと一通り持った感じでは、12尺までは普通の重さなんですが、 13.5 尺から一気に重くなる感じが多少ありました。これは月光剛でも感じることで、特に問題にはならないかなと思います。という理由はまた後でお話ししますが、まもなくヒットするので浮きの動きにご注目ください。ようやくっすよ。
ということで、さっき竿の重い軽いの話に触れましたが、竿自体が軽いと風に煽られてしまって操作がしにくかったりします。もちろん慣れの問題だとは思います。今日は風が結構吹いている中使っていましたが、風を切って風切りという名前の通り、強風でも安定して餌を振り込めました。軽い竿が良ければ軽量竿を買えばいいし、見た目がチープでというのであれば高い竿を買えばいいんです。ただ2点気になったところがありまして、新品の状態で風切りをいくつか見たんですが、黒い、グレーかな、ちっちゃいゴミみたいなものが半分以上の割合でついてました。これは軽く擦ると取れるんですが、なんかのゴミなのか何なのかちょっと気になりました。そしてもう一つ、穂先の真ん中あたりが少し太くなっていて、おそらくソリッドとチューブラーを接着した部分だとは思うんですが、近くで見るとなんかツチノコみたいに膨れてて、うーんって感じに思いました。まあ近くで見なきゃ別に違和感ないですよ。振っててそこになんかこう目が取られるとかではないのでいいんですけど、ちょっと気になりました。月光やわらと風切りですが、見た目については真逆でどちらも違った良さがあり、両極端に尖ってますね。柔らかさについては振った時に風切りの方が収まりが早かったように感じたんですが、これも本調子か同調子かで変わってきます。利根川が現時点で思った感想としては、トーナメントや霊界で使うなら風切り、のんびり楽しむなら月光やわらかなという感じです。月光やわらには 13.5 尺がないので、13尺で魚をかけた時の比較になりますが、どう比較していいものかさっぱりわからなくなったので、ご自身で判断してみてください。とりあえず半日使ってみて色ハゲとかはありませんでしたが、利根川は過去に冒頭にも出した白のバスロッドを使っていました。これがどこかに当てたりすると黒のカーボンが露出しちゃうんですね。私はちょうどジムニー用でパールホワイトのタッチペンを持っていたので、それでちょんちょんと色をのせてやってごまかしてました。カーボンに傷が入っていなければそれで全然大丈夫なので、まあ、白いロッドを使う上で小傷は気にしちゃいけません。利根川が使ってみた感想としてはちょっと先にはなりますが、もう一本買い足してもいいかなという感じです。実は発射についても今日振っていましたが、残念ながら釣れませんでした。なので今週末の土日どちらかで管理釣り場へ行って朝棚の釣りを試してみようと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。評価ボタンポチリとよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。